皆さんこんにちは。土浦市健康増進課の鈴木です。簡単な運動などを取り入れて活動量を増やすと心や体の元気を保ちやすくなります。本日ご紹介するのはお手軽3分体操です。息を止めないように一緒に声を出して数えながら無理のない範囲で行いましょう。本日運動を行ってくれるのは土浦市運動普及推進の琴徳さんと平山さんです。よろしくお願いします。まずはももの後ろの筋肉を伸ばします。椅子に座っている方は浅めに腰掛けましょう。右足を前に伸ばしてかかとを床にくっつけ膝を伸ばします。つま先を天井に向けて起こしたら両手を腰に当ててゆっくり体を前に倒します。そのまま10秒数えます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。左足も同じようにいきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。続いて足首の運動です。立っている方は何かにつかまりながら行いましょう。まずはつま先上げです。1、2、3、4、5。今度はかかと上げです。1、2、3、4、5。続いて足を持ち上げる筋肉を鍛えます。肘を曲げて胸の前に出して背筋を伸ばします。反対の肘と膝をくっつけるつもりで腰のひねりを意識しながらゆっくりと足踏みをしましょう。1、2、3、4、5、6、7、8。最後は椅子からの立ち上がりです。椅子に浅めに腰掛けて膝を90度よりも少し深めに曲げます。つま先は正面か気持ち外側に向けましょう。両手は胸の前に組むかテーブルなどにつかまるようにしましょう。膝とつま先が同じ方向を向くように気をつけながらゆっくりと立ち上がります。1、2、3、4。立ち上がったらゆっくり座ります。5、6、7、8。今回ご紹介した体操は元気な方はこちらに出ている目標回数を目安に実施してみてください。家事などの隙間時間に合わせて実践して少しずつ活動量を増やしていきましょう。高齢の方や持病のある方は生活不活発病を起こしやすいと言われています。動かなければますます動きにくくなり動かないことで悪化することもあります。ぜひ早期に体操に取り組んでください。